ひらめきラボ。はい、どうも、ひらめきラボチームリーダーの松丸亮吾です。ということで今日は嬉しいことがあるんですよ。チームリーダーになってちょっとセットが増えてないって話したじゃないですか、うん、見てこのミスシリンダーの量すごくないこれ。前40ml とかだったよ。今日なんでだろう、180ml も入ってる。気づいた、気づいた、お前でしたね。そう、だからちょっと多めに入れよう。あ、増やしてくれたんですか。ありがとうございます。でもこれただの水でしょはい、ということで今日も皆さんと対決ですか。はい、まあ、戦績どうなんだろう。コメント見る感じ結構僕が早い。でも世の中は広いんだなって思う僕より早い人はコメント欄にたくさんいる。みんなダメだからな、一時停止とかしたらずるいぞ。一時停止して何秒でしたとか、それもうカウントしてないじゃんずるいよね、うん、はい、解けたら一時停止でね、はい、ルールを守ってよろしくお願いいたします。ということで今日も真剣勝負いきましょう。ひらめきラボ。それではひらめきバトルスタート。よし、はい、皆さん今日の問題何秒で解けたでしょうか。この問題の解説をしていきます。この問題では1番と2番に入る文字をまずは特定することが大事でした。右側に地球があって真ん中に伸ばし棒が入る3文字の言葉、それはアースです。ということで1番がア、2番がスだと分かります。ということは下はここがアでここがスだと分かります。で、注目すべきはこの太陽のイラスト。太陽を漢字で表すと日。ここまで来ればもう分かりますよね。これが明日と読める言葉で、ここの日を含む漢字と日で終わる2文字の熟語、ここに入るのは月。これが入ると明日という熟語が出来上がります。ということでハテナに入るのは月でした。ひらめきラボ。はい、ということで今日の問題いかがだったでしょうか。面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして今日の問題何秒で解けたか、ぜひクリアタイムをコメント欄で書いてください。いつも楽しみにみんなの記録を見ています。そして感想はハッシュタグ松丸亮吾のひらめきラボをつけてつぶやいていただくか、コメント欄にそのまま書いていただいても大丈夫です。最近エゴサーチめっちゃしてます。松丸亮吾のひらめきラボ、たまにね、ひらめきがカタカナになってる人とか、あの松丸亮吾の亮の字が4位になってたりとかいうのも含めて追ってます自分のチャンネル大好きだね、たくさん問題解いてもらえると嬉しいなと思ってるんで、ぜひぜひコメント残してもらえたら嬉しいです。ということでまた次回の問題でお会いしましょう。世界のみんなにひらめき次第。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。皆さんからの問題も Twitter などでお待ちしております。じゃんじゃんつぶやいてください。